今回は統合失調症の初期症状4つ。統合失調症は幻聴や妄想が目立つ精神疾患です。予後を改善するには早期発見、早期治療が大事になります。その早期発見のためには初期症状に気づくことが大事になります。今回は統合失調症の初期症状4つです。まず統合失調症の早期発見と初期症状です。統合失調症の治療では早期発見、早期治療が大事です。統合失調症を振り返ると、これは悪化した時に幻聴や妄想などが目立つ脳の不調になります。脳内のドーパミンという物質の働きの過剰などが主な背景とされます。脳の状態を整える抗精神病薬を治療と再発予防双方のために続けていきます。統合失調症の主な症状ですけれども、まずは陽性症状、いわゆる幻聴や妄想などのよく知られる強い症状になります。続いては陰性症状、意欲がなくなるなど安定してからむしろ目立つ症状です。もう一つが認知機能障害、考える力などが低下するなど、これも安定後に目立つ症状です。統合失調症の病気4段階見ていきますと、まず前駆期、前触れの時期があります。これは不調の前触れの時期でして、悪化すると急性期に移行します。そして急性期がいわゆる幻聴や妄想など不調と混乱が強い時期で、時に入院が必要になります。3つ目が休養期、精神状態は安定するんですけれども、先ほどの陰性症状、意欲が出ないなどが特に目立つ症状です。続いてが回復期、一定の改善した時期でして、再発予防と社会復帰を図っていく時期になります。この中で前駆期と前駆症状を見ていきます。統合失調症では急性期になる前の前触れ、前駆症状が目立つ前駆期というのがあります。この時の前駆症状というのが現実的には一種の初期症状になります。ただし急性期であるような幻聴などによりはあまり目立たず、気づきにくい症状も多いのが難点です。統合失調症と未治療期間です。統合失調症では症状が出てから治療が始まるまでの未治療期間を短縮することが予後の改善に非常に重要とされます。この未治療期間を短縮するには早期発見と早期治療が非常に大事になります。その中で早期発見のためには初期症状、見えやすい前駆症状に気づくことが特に大事になります。では発見のきっかけになる統合失調症の初期症状は何でしょうか。続いて統合失調症の初期症状4つです。前駆症状の中でも見つけやすい症状です。まずは周りの見え方が変わる、脳が過敏になった結果物事の見え方が変わります。周りの見え方が変わる見ていきますと、統合失調症の初期では世界没落体験なのが代表的ですが、周りの見え方が変わる症状が出やすいです。脳が過敏になることで物事を捉える認知が変容してしまうことが背景というふうに推測されます。より漠然とした不安の強さや過敏さなどとして自覚される場合も少なくないところです。世界没落体験、少し振り返ると、これは世界がまるで没落するかのように強く変容変化して違ってかつ恐ろしく見えるような体験になります。脳が過敏になることでの物事の見え方の変容が背景と推測されます。これはもう少し穏やかに同じ景色が違って見える、初めて見た場所のように見えるなどと認知される場合もあります。続いては不安や過敏、より一般的な体験としては些細なことで強く不安になったり過敏になったりするということがあります。これも脳が過敏になることで不安や反応の強さが出ているというふうに推測されます。以前との不安や過敏さの出方や出やすさの違いがあるというところがポイントになります。続いてが眠れない、初期症状でもあり急な悪化のリスクでもあります。眠れない振り返りますと、統合失調症でもうつ病などと同様初期症状として眠れなくなることは多いです。ストレスや考えすぎというよりも根源的な過敏さを背景として起こりやすいのが特徴です。そして不眠が続くことによって急性期に移行したり不安定になるリスクが高いので注意が必要な症状です。眠れない原因の例いろいろありますけど見ていきますと、まずはリラックスできず過敏なため、脳が過敏になることを背景になることが一番多いです。人によっては被害燃料、周りから何かされているなどの影響があってなってしまう場合があります。そして人によっては耳鳴りや音声の幻聴、幻聴の前触れのような症状から眠れなくなる方もいらっしゃいます。不眠と統合失調症の急性増悪を見ていきます。ストレスの持続などが背景にあって統合失調症は急に悪くなる、急性増悪することがあります。こういった中で不眠が続くということは大きなストレスになって、この急性増悪のリスクになるところがあります。そのため不眠が続く場合に関してはこのリスクも踏まえてより速やかな対応が必要なことが多いです。3つ目が強迫症状、統合失調症の症状で出る場合もあるというところです。強迫症状を見ていきますと、一般的には強迫性障害の症状の一つというふうに想定されますけれども、
統合失調症の初期の症状の一つとしても強迫症状が目立つ場合があります。脳の過敏性に伴う強い緊張や不安の持続が背景と推測されるところです。強迫症状の例を見ていきますと、手が汚いとの不潔恐怖からの手荒れ強迫が出ることがあります。そしてドアの鍵を閉めたかなどとの強迫観念と、それを打ち消すための鍵を繰り返し確認するなどの確認強迫が出ます。あとは特定の数字や言葉などが強迫観念としてなかなか頭から離れない状態が出る場合があります。強迫性障害とは違う要素をいくつか見ていきますと、まず一つ目はしばしば病識を欠く。強迫性障害だとこれは強く気になってしまうんですけど、統合失調症だとそれがあまり気にならず、でも確認を繰り返すなどが出ることがあります。そして内容がより非現実的、妄想と絡んで現実性を変えた内容が出ることが多いとされます。そして妄想と関連しやすい、初めは強迫症状だったのがだんだん妄想に変わっていく場合もあります。続いてが被害燃料。妄想まではいかない、気になるという状態です。被害燃料を見ていきますと、これは周りから何か被害を被っているのではないかと疑って考えることになります。物事を自分と過度に関連付けすぎて、かつ自分への攻撃と考えるというところが本質です。一方、これと似た被害妄想と比べると確信度が低く、第三者から訂正がしばしば可能というのが違いになります。被害燃料の例を見ていきますと、電車の他の人の笑い声を自分への悪口ではないかと思う場合があります。そして SNS での愚痴などの投稿を自分のことを言っているように感じるという場合があります。そして道で誰かにぶつかった時、わーっとぶつけられたと感じる場合があります。被害妄想との違いを見ていきますと、基本的にはこの被害燃料は被害妄想の前の段階というふうに捉えていただけるといいかと思います。内容が被害妄想と比べると第三者から見ても了解可能、理解し得るもの、現実的な内容のことが多いです。そして感情や行動への影響がまだ被害妄想よりは小さいということがあって、第三者による訂正が可能なことも多いです。今回は統合失調症の初期症状4つを見てきました。ではまとめていきます。統合失調症では早期発見、早期治療が予後改善に重要ですけれども、そのために鍵になる主な初期症状は次の4つです。1つ目は周りの見え方が変わる、2つ目は眠れない、3つ目は脅迫症状、4つ目は被害燃料です。一過性であったり別の病気からの症状のこともあり得るんですけれども、続いた場合に関しては早めの相談をすることがしばしばリスクを軽減するために大事になるところです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。